ノーボールワンストライクです。インサイド落ちました。センターへ抜ける。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには4番大山。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ初球は何か。インサイド落ちました。取ってスリーアウトです。さあこれからタイガースが守備につきます。バッターは福留。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球打ち伸びていく。届いた。ジャイアンツ抜けた高め。真ん中打ちました。ヒットになった。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まです。3番バッター外。ジャイアンツこの回1点を入れています。さあ先制に成功してなおも追加点のチャンスを迎えています。いやー西さん、やはり先ほどのホームランが効いてますかね。そうですね、あのホームランがこの勢いにつながっているでしょうね。ですよね。さあこの流れでさらに得点を重ねていけるか。カットボール、ここは見ます。低め外れました。牽制、二塁はセーフ。もう一球牽制球、二塁タッチもセーフ。打った、高い打球、レフトが追い入った。抜けた高めのボール。初球ボール。ストレート外れました。ボール先行です。さあ3球目は何か。打った、センターに強い打球、伸びる。ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは、さあそして打席には土井が入っています。さあ追加点の欲しい場面、まあ早いうちから点差があると楽になりますから。初球打ち、高く入った、ホームラン。劇的な一発、サヨナラホームランが飛び出しました。